丸森町などによりますと事業を進めていたエネオスの子会社ジャパンリニューアブルエナジー JRE から町に昨日、事業中止の連絡があったということです丸森町では JRE が15基もう1社の HSE が12基の風力発電事業を計画していましたが住民らで作る団体が土砂災害が危惧されるなどとして反対運動を行っていました JRE は断念の理由について一部住民に理解を得られなかったことと環境アセスメントを踏まえ事業性を判断したとしています一方、HSE の12期については今のところ計画に変更はないということです。